I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of Fairy Tale. Please enjoy. Like, share, and subscribe.侵入者。お前、タルタロスの。人のギルドで好き勝手やってもらっては困るな。あたりの温度が下がった。寒いよ、ナイツ。お前だな、太陽の村の氷を溶かした。 お前があの村を凍らせたのか。いや、感謝してるぜ。あのままじゃ罰が悪かったしな。どうやら俺の勘違いであの村を凍らせちまったらしいんだ。お前、なんだか知ってる奴の匂いに似てるぞ。グレイ。 汚らわしい名前を出すな。どうしよう、みんなに伝えなきゃ。猫はどこ行った。まあいいか。夏、起きて夏。 リサーナ、ここお前も捕まっちまったのか。うん、全然覚えてないんだけど。ここにはエルザとミラもいるはずだ。なんとかして助け出さねえと。エルザとミラネーも、どうしよう、多分エルフ兄ちゃんも捕まってる。私たちがこんなに次々やられてくなんて、今回の相手今までとは全然違う。 違わねえ。必ず勝つから、まずはここを脱出するんだ。ナッツ、
駄だ。お前、立場上逃がしちゃやれねえが、差し入れだ。水？冷たい。おい待てよ、お前何者なんだ。夏、あいつグレイと同じ匂いがするんだ。夏、まさか。チックショー、あの火の玉と青猫だけは許さへんで、必ずぶち殺したる。やかましは、誰やお前。これが力がみなぎっておる。新たな仲間っちゅうわけか。今は自分を責めるな。アジトの情報を教えてくれ。あいつらのアジトは移動してるんだ。変な四角い島みたいな。ハッピー、大体の場所と向かってる方向はわかる？オイラ、向こうから来てあっちに動いてて。任せて、私が敵の進行経路を計算する。必ず場所を突き止めてやるから。おお、レビーに任せて、他の者は出撃準備じゃ。オイラ、ナイツを置いてきちゃった。違うよ、みんなを助けるために最善を尽くしたでしょ。はい。エルフマン、無事だったのか。リサーラが捕まった。俺がついていながら。お前のせいじゃねえ。情けないね。妹取られて敵も追わず帰ってくるのかい。カナさん、見失っちまって。見失う？リサーナを連れた敵にビーストになれるあんたが追いつけなかったっての？いい加減にしろ、カナ。だってさ。すまない、少し休ませてくれ。らしくないよ、エルフマン。どうしちまったんだ。リサーナを返してもらうために、俺はこのギルドを破壊する。エルフマン、あんたやっぱり様子がおかしいよ。なんだい、そのラクリマ。来るな！エルフマン！
するな。邪魔をするな。爆弾。ほら、フェアリーテイル。操られているのか。このままじゃ。エルフマン、目を覚ませ。フェアリーテイル。破壊。破壊。破壊。チキシャ、悪く思うなよ。カードか。破壊。破壊。爆弾もカード化できてよかった。敵の場所が特定できた。見つけた。ハッピーが脱出したときはボスコ国境付近にいた。速度と方向から推測して今はこの町の上空。向こうから来やがったか。夏たちを助けに行こう。はい。よし。ふん。気をつけていきましょう。ここがタルタロスか。お、早速来やがったな。行くぞ。フェアリーテイル出陣。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。守ります。天竜の発明。やった。さあ行くわよ。私たちの勝ちだぴょん。なんて。
り切っていきましょう。よし、あの男しくじった。杏花様の前で恥をかかせるなんて。元議長様、ジェラールが見つかったのですかな。議長様に、厳重に隠蔽されてた鍵がこうもあっさり譲渡できるなんて信じがたいですな。本当かな。ではこれで封印が解けるということか。あらららららら、キューブも反応している。フェイスの封印が解かれた。座標は出現予想地点とはかなりずれてますな。構わん、起動させろ。ここからでは無理ですな。遠隔操作は不可能。フェイスは手動でしか起動できなくなっております。正確には元議長様なら遠隔操作ができたのですがね。こなたとしたことが誤ったか。
仕方あるまい。誰かを向かわせるか。揺れてる。何が起きてんだ。夏、見て。剣だ。それで鎖を切れるかも。フェアリーテールに侵入を許すとは。エルザを使うか。人間どもには人質という手が有効だ。待ってたぞ。捕まえたわよ。そなたらどうやってローを。エルザはどこに。ずいぶんと可愛がってもらったからな。たっぷりと礼はさせてもらうぞ。ミラとエルフマンはどこだ。エルフマンというものは知らない。ミラというものなら二層上のラボにいる。もう手遅れかもしれんがな。私行かなきゃ。ナツ、お前も行け。ここは私に任せろ。わかった。やってやる。
始めようか。じゃ行くか。アニマルソウル。よし。よし、始めようか。やってやる！くっ、なんて勝つだ。リサーナ、先に行け。分かった。ミラネーたち助けて戻ってくるよ。よっしゃ！一応行くか！カリューの暴れたん
やはりここまで来てしまったんだね。分かっていたけど。ここはゼレフ諸家タルタロス、僕の本が住む都ゼレフ。このギルドは僕が作った悪魔たちによって結成された。タルタロス、別名ゼレフ諸家。ギルド自体は僕が作ったわけではないよ。マスター END が作ったらしいね。 END？ イグニールが殺そうとしてたやつだ。殺せなかったの間違いだよ。だったら俺が倒す。親父の意志を継いでやる。君にならできるよ。ただしこれだけは忘れないでほしい。イグニールには殺せなかった。ああ、僕の作り出した最強の悪魔 END。 君も選択を迫られるだろう。生かすか殺すか、選ぶのは君だ。僕はこれで失礼するよ。待てよ、意味わかんねえよ。タルタロスは僕に会うためにこんなことをしている。それを僕の方からのこのこ出てきたんじゃ、興ざめというものだろう。僕にたどり着くのは君か END か。また会おう。何なんだあいつは。さっきの振動は何だ。フェイスの封印が解け、我々の城が反応した。まさかジェラールを。殺してない。だが封印は解けた。別の方法でな。貴様らの目的は何だ。大陸中の魔力を消滅させる兵器フェイス、そんなものを使って何を企んでいる。全てはゼレフの元に帰るため。かかったな。これは魔法を封じる拘束具。呪法を持つ我々には何の効力もない。ゼレフの盲信色。我々はゼレフの愛によって記された書物。書物より生まれし者、ゼレフ書の悪魔。行くぞ。また楽しませてもらうとしよう。こなたは人間の通覚を強化するのだ。創造主を信じるのは当然であろう。信じる者は何でも構わない。だが決断するのは自分の心だ。人間には分かるまい。人間にも信仰はある。大切なのは自分を見失わないこと。考える力、逃げない勇気、歩くのは自分自身だ。
トンスライド。私も行きます。フェイスに命令を出しているところがあるはずです。